はい、どうも皆さんこんにちは。ユージャク代表の佐藤です。本日私はユージャクキャンプストア&カフェ茂原店の方に来ております。はい、そんなわけで本日はこちらのご紹介でございます。はい、今度ユージャクで新しく立ち上げましたユージャクセレクションブランド、今日はねその第1弾ということでこちらの商品たちをご紹介していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。はい、そんなわけで前回の動画ですね、はい、こちら今私がいるこのお店がグランドオープンしますよっていう告知動画出させていただいたんですけれども、まあ、この動画の中でですねちょろっとお話ししておりましたこちらユージャクセレクションブランドに関して今日は詳しく解説していきたいなというふうに思います。まず今回新しく始めるユージャクセレクションブランドなんですけれども、こちらは今度の2月18日、こちらのお店がグランドオープンする日に合わせてですね発売を開始するブランドという風になっております。なおかつユージャクセレクションに関してはお店の専売ブランドというような形になっておりまして、基本的にウェブですねネット販売とかは、行わない商品というような形になっております。ただし裏 EC サイトを除くということになっておりまして、裏 EC サイトというのが弊社で運営しているユージャクキャンプサロン、こちらのサロンメンバー向けに公開しているネットショップのことなんですけれども、こちらの裏 EC の方では、お取り扱いをね、する予定になっております。裏 EC サイトも店頭の方も基本的に金額の違い価格に関する違いはないんですが、ネットの場合だと送料が発生してきますのでその部分だけが上乗せというような形になりますけれども、原則は、まあ、ストア専売というような形で対応を行っております。ただ在庫管理は別々ですね。裏EC 在庫と、店頭在庫これは別々になりますので、ネットの方がおそらくね先になくなってしまう可能性もあるんですが、ネットになくてもストア店頭の方だと、在庫があったりね、しますので、ぜひお店の方に来てですね、ご確認をいただければなというふうに思います。あと、まあ、こちらのブランドですね、ユージャクセレクションブランドに関してはどういったコンセプトなのかということをご説明していきたいと思います。はい、まあ、一応今ねここにポップが出ているんですけれども、ユージャクセレクションとはキャンプ用品ブランドユージャクが独自にセレクトした高品質で高コスパなアイテムをまとめた直営店専売のキャンプギアシリーズですというね触れ込みになっております。つまるところの、まあ、弊社はキャンプ用品ブランドとして、まあ、テントから小物までですねたくさんの商品ラインナップを所有しておりますが、まあ、弊社のラインナップだけではカバーしきれないですね、分野がございます。まあ、結構細かいものとか、あと結構個人的には欲しいんだけどユージャクブランドとして作るほどでもないなみたいな、そういうね結構ねかゆい商品って世の中にたくさんありまして、ユージャクとしても本当は作りたいんだけど作るには結構そのロットのハードルだったり、新しくこうね金型を作ったりしなきゃいけないものとかね、まあ、そういったコストがかさんでしまうものとかっていうのを、まあ、ラインナップに加えたいということで、今ねここの後ろに並んでいるものたちは全てユージャクセレクションブランドの商品になってくるんですが、全て、まあ、ノーブランド品って言われるものをですね独自のルートで、調達しております。で、まあ、自社のその輸入するルートに乗っけて今回持ってきておりますので、トータルで見て最終的に安く皆様にお届けすることができると。でなおかつこういった商品って、まあ、例えばアマゾンとかね楽天ショップとか、まあ、大手通販サイトとかに載せていくと結構ねあそこの手数料って高くて、だいたい 10% から 14% ぐらい、そこにさらに送料が乗っかってくるっていうような感じになってるので、だいぶね小売店としては、まあ、コストがね、かさんでしまうというね実態でもございまして、まあ、本当はねもうちょっとそういったね手数料とかがなければ安くしたりとかすることができるところ、まあ、売れるプラットフォームなので、致し方なくそういったところにこう、ね、商品を露出させていくというような背景も実際ございます。まあ、そこで、まあ、我々が、ね、直営店ということで、まあ、直接物を仕入れて販売することができる場所が、今回できたということもありまして、まあ、そういった、ね、ウェブですね EC に頼らずに、まあ、商品を直接お客様にお届けすることができるという、ね場所ができましたので、まあ、今回こういった、まあ、ブランドブランドをですね新しく立ち上げて、販売するというような形となりました。まあ、そこで、まあ、ポップの方にでもですね、記載させていただいているんですけれども、まあ、せっかくお店に来てくれたお客様のために大手通販サイトよりも安く提供することをモットーにですね、まあ、ユージャクブランド製品との相性が良いアイテムのみに限定して、数多く取り揃えました。
店頭に並ぶ製品はすべて一期一会を基本として仕入れを行っておりますので、気に入った商品を見つけたら迷わず手に入れることをお勧めします。商品ラインナップ随時拡大中ということになっておりまして、商品は基本的にそのノーブランド品といえど選定に結構ね時間をかけて行っております。まあこの商品だったら、まあ、有弱商品と相性がいいよね、あとは品質もそれなりにいいよねっていうものを今回選定して入れております。結構ね安い商品を探そうと思えばいくらでも出てくるんですけれども、やっぱりね結構その商品の品質が悪かったりですね、しているものとかもまあ実際ありますので、まあ、そこは我々キャンプ用品メーカーとしての目利きを行ってですね、本当にこの商品を仮に開発するとしたらぐらいの感覚で、ものを考えてですね、導入しております。とはいえ事前にサンプルを確認したりとかして仕入れを行っているわけではないので、中にはその微妙な商品とかも実際入ったりとかするケースもあると思うんですけれども、そこは有弱セレクション、はい、基本的には商品は一期一会でございます。今回仕入れを行って売れてしまったら次仕入れることがない、今回の仕入れで最初で最後っていうようなケースも、まあ、実際にね出てくることがあると思います。まあ、そうすると基本的には現物お店に並んでいるもの、もしくは裏 EC サイトに公開されている商品が最終在庫っていうケースございますので、もしねお越しいただいて気に入った商品があったのであれば、それは今すぐその場で購入いただいた方がいい商品になってくると思います。でお値段も基本的には、まあ、先ほどお話ししたようにですね、大手通販サイトと同じかもしくはそれ以下で、販売することを基本としておりますので、まあ、同じ商品を購入するのであれば有弱の直営店で購入した方が日本中どこを探してもここが一番安いというね、状況になっているはずでございますので、そこはねご安心してご購入いただければと思います。まあ、唯一そのネット相場っていうのは結構ね社内で確認を行ったタイミングによっては、まあ、ネット相場ってねこう変動しますので、まあ、高かったり安かったりすると思いますが、まあ、基本的には過去の最安値ですねとかっていうのも調べながら、まあその時のあとは実勢売価に合わせながら結構価格もね変動させていく予定になってますね。まあ基本的にはその仕入れ原価もどんどん上がっていってますので、まあそれに合わせてこう価格をね調整していくというような内容になっております。というわけでブランドについてまとめると、高品質、高コスパ、一期一会、ストア1000倍、この4つがね今回の有弱セレクションの、コンセプトというふうになっております。まあ、その事前知識を持っていただいて今回の有弱セレクション第1弾、どんなものがあるのかこれから順番にですねご紹介していきます。はい、栄えある有弱セレクション第1号はこちらの商品でございます。パッと見なんだかわからないっていう方もいると思うんですが、これね実はステンレス製の五徳になってます。以前ねうちの有弱睦沢オートキャンプ場のファイヤーピットを囲んでいた際に実際にねこれと同じものを持ってたメンバーさんがいて、まあ、うちのキャンプ場にはこうファイヤーピットがあるんですけれども、そこにねトライポッドはあれど五徳はないんですよ。で五徳がこうあった方がちょうどねこういうこの私の手が四角の角だと思ってほしいんですけども、こういう角の部分にこういう感じで五徳を乗っけることで、まあ、ここでですねコップを置いたりとかそういった調理ができるということもあって、結構ねこれがあるとファイヤーピットでの宴会が非常にねやりやすくなるなということがありましたので、今回こちらの五徳、仕入れてみました。まあ、そこそこの数でね今回仕入れましたので、必要な方はぜひ購入されてみてくださいみたいな感じで、結構ね私が個人的に欲しいものとかっていうのを今回ね選んで入れています。でセレクションブランド2つ目なんですがこちらでございます。巻きバサミですね。はい、有弱には今まで巻きバサミというものがございませんでした。私もね実は巻きバサミというものを持っておりません。じゃあどうしてたのかっていうと、有弱キャンプグローブを使って直接巻きをつかみに行ってたわけなんですけれども、まあ、今回ねサロン開発した、まあ、人膜とかねそれの製品版が入ってきているという背景も踏まえて、いよいよねこちら巻きバサミが欲しくなっちゃったんですね。はい、なので今回、まあ、巻きバサミってどんなもんなのかということも踏まえて、せっかくなんで、まあ、有弱セレクションブランドで出してみようということで今回ね巻きバサミゲットしました。一応この巻きバサミに関してはここにこう返しがついているものになってますので、はい、こういう感じで操作することができるんですね。はい、こういう風にそれなりに使いやすそうな感じではあります。続きまして3つ目こちらでございます。チタンペグですね。長さと太さがそれぞれ違うものが1本ずつということで、まあ、これをね店頭
で1本売りしようかなっていうふうに思ってます。チタンペグって結構買うと高いんですけど、今回ねちょっとね仕入れこれだけ唯一ね失敗しちゃいましたね。結構原価が高くて、多分ねこれ何千本とか何万本とかっていう単位で買わないと原価をねちょっとね落とすことが難しそうなんですよ、どうやら。でなので結構思いのほか原価が最終的に上がりが高くなっちゃいましてですね、ほぼほぼ多分 Amazon で購入するのと同じぐらいの金額か、なんならちょっと高いぐらいの金額にちょっとなってしまいそうなんですけれども、ウェブでは基本的に1本売りで手に入れることは多分難しいと思いますので、まあ、物は試しにとりあえず使ってみたいよっていう方もしいましたらですね、ぜひ1本だけ店頭とかで購入されると送料もかからないのでお得にですねご使用いただくことができると思います。結構個人的にもチタンペグは欲しかったので、まあ、今後動画でですねまた少しレビューを撮ったりするかと思います。次4つ目なんですが、こちらランタンですね。はい、まあ、ちょっとこう最近流行りのレイルロード風の LED ランタンということで、はい、なんかこういう感じの謎の明かり、これ私がセレクトした商品ではないんですけれども、はい、なんか2色の明かりがあって、まあ、ちょっとテーブルランプ的な感じですかね、まあ、シェードもあるのでどちらかというとその雰囲気を重視させるためのランタンですね。ユージャクとしてはそういったこの間発売したリモコン付き LED ランタンみたいなサブランタンとかメインランタンのような、まあ、光量が確保されたランタンはあるんですけれども、こういうおしゃれ系ランタンに関してのラインナップがユージャクの方ではなかったので、まあ、今回ですね、まあ、これとあともう一つ、はい、こちらですね。こちらに関しては、ケロシンランプになるんですけれども、まあ、オイルランタンというやつです。はい、中に灯油を入れて火をつければコールマンさんというところのルミエールランタンみたいな感じのことができるっていう商品になるんですけれども、まあ、2種類ですね、そういったおしゃれ系のアイテムを、今回ね仕入れを行ってみました。このルミエール風ランタンに関しては一応ですね2色ございます。というわけで6個目の商品なんですけれども、こちらでございます。ファイアースチールですね。今まで私が使ってたファイアースチールは、まあ、Amazon とかで、まあ、購入したファイアースチールを漏れなく使っていたわけなんですけれども、今回ユージャックセレクションブランドとして、ファイアースチールですね仕入れてみました。でこちら実はね見てお分かりになりますでしょうか、ヘキサ式になってまして、こう面がねフラットになってます。詰まるところの、まあ、ここをフラットな面をこう削り取ることによってですね、こう大きく火花を出すことができます。一般的なファイアースチールってこう円形なので、まあ、削っていけばまあ平らになっていくんですけど、このヘキサタイプのファイアースチールだったら初動からですね大きな火花を出すことができるので、かなり実用的というか理にかなっております。でファイアースチール初めてみたいな人でもこれね極太の、しかも結構長めの仕様なんですよ。 Amazon でもなかなかこのサイズってねいい値段しちゃうんですけど、かなり安く販売する予定になっておりますので、まあ、在庫がもしね来て店頭にあったらこれはね買いの一本だと思います。今度ユージャックでサロングッズでナイフとかですね、オリジナルナイフとかっていうのは発売しますので、まあ、バドニングとかフェザースティック作りとかっていう風に始まってくると、結局最終的にファイアースチールやっぱり必要に、ね、なってきてしまいますので、これを機にですね手に入れてみてはいかがでしょうか。で7個目なんですが、はい、こちらでございます。火打ち釜ですね。以前に世界一分かりやすい火打ち石の使い方とかチャークロスの作り方みたいな動画をね出したんですけれども、はい、火打ち釜とあとこちらですね、火打ち石、通称目の石っていう風に言ったりとかするんですが、かなりですね目の石の品質これ高いですね。はい、ちょっと大ぶりで持ちやすくなってまして、あと火打ち釜もね、まあこういうデザインなので結構持ちやすいので、これも結構ね火花がよく散ります。はい、以前投稿した火起こしの動画だと結構だいぶ苦戦してたんですけど、この2種類だともうバッチシね起こせますね。まあ、この手の商品も通販で購入すると、まあ、単価が安い割に送料がやっぱかかってくるので、比較的値段もね高くなっていく傾向があるんですけれども、ここは直営店でございますので安くですねご提供することができると思います。もしねこちら購入されるのであれば、はい、先日仕入れたブッシュクラフトさんのチャークロス自作キットっていうのがあります。これも以前の動画で実際にチャークロスを作ってみたっていう動画がありますので、ご確認いただきたいなというふうに思うんですけれども、こちらも店頭で550円で販売してますので、もしですねこちらの火打ち釜と目の石を購入される場合はセットで、こちらもお買い求めいただくとよろしいかと思います。というわけで9個目なんですが、こちらでございます。これ何かというと、まあ、キーホルダーみたいなやつなんですが、これねこう回すと3分割にこういうふうに分かれます。
こういう感じですね、はい、これちっちゃいねカップになってるんですよ。でこれ何なのっていうと、実はねこれにユージャックのキャンプスパイスヤコを入れて携帯できるようにちょっとしてみようかなっていう、まあ、うちのスタッフがこれと同じものをアマゾンで購入してなんか持ってたんで、あそれいいじゃんっていうことで実は今回セレクションで入れてみました。でこういう風にね連結させると最大で3つまでお部屋がありますので3つまで異なるスパイスを持ち運べるというものになってます。弊社のスパイスはまだスパイスボトルが小さめなのでいいんですけれども、まあ、世の中 のよく有名な、ね、キャンプスパイスとかだと 100g ぐらいがっつり入ってるので、あれをねキャンプに持っていくのってどうせ使い切らないし非現実的なんですよ。なので本当にねソロキャンプとかだったらこういうね容器に入れて、まあ、鍵とかにですねつけておけば3種類の味を常に持ち運ぶことができるということで使い勝手いいんじゃないかなっていうふうに思って導入を行ってみました。現在ユージャックの方ではヤコのバリエーションは2種類ノーマルと辛口っていうことで出してるんですけれども、今度ですね公式の方もそうなんですがアンバサダーコラボとしてヤコのバリエーションが追加となりますので、そうするとね多分3つじゃ足りないぐらい、はい、バリエーションが出てくることになると思います。なので今のうちにですねこのキーホルダー入手しておくと幸せになれるかもしれません。それでなくても多分皆さん今キャンプスパイス家にいっぱいね眠ってるんじゃないですか。というわけで9個目のセレクションはこちらでございます。はい、結構大物になってきました。はい、こちらは何かっていうとキンドリングクラッカーって言われるものなんですが、もしかしたらキンドリングクラッカーは商標かもしれませんので、まあ、薪割り機と言いましょうか。はい、これね薪割り機になってるんです。はい、大きい薪とかだとバドニングって言ってこうサバイバルナイフを当てて叩いてね割る方法があるんですけれども、あれを割るのはなかなか辛いんですよ。あとは節があったりねするとなかなか割れないんですが、これがあれば地面に置いて、まあ、ここのテーブルの上が地面だとするとここにこう置いてですね、まあ、薪を当てて、でその上からペグハンマーとかでこうねぶったたく、まあ、薪でぶったたいてもいいんですけども、そうするとここの真ん中に結構ね鋭利な刃がついてますので、ここでまあ薪をねこう割っていくことができると、まあ、簡単に薪割りを行うことができるということもあって、まあ使っている方がまあ多いと。でこれもねネットで買うとまあまあいい値段します。はい、なのでユージャックセレクションではこれも安価に売っていこうかなと。ただねあんまりこれデカ物なんで、あと単価もそこそこいい値段になっちゃうと思うので大量にはね仕入れておりません。テスト的に売れるのかどうかっていうところで入れてますので、まあ、とりあえず最安値で欲しいよっていう方はユージャックキャンプストアに来てください。はい、というわけで小物関係のご紹介は以上になるんですけれども、次に大きい商品も紹介していきたいと思います。はい、実はこの下の商品もですねユージャックセレクション商品だったわけなんですけれども、まずはこちらご紹介しておきましょうか。はい、まあ、スツールって言われるものなんですけれども、今回ユージャックセレクションでこちら購入したのは実は弊社の南年リクライニングローチェアですね。これかなり売れてます。よくいただく声としてオットマンが欲しいっていうね声をいただいているので、今回ねこちらオットマン代わりとしてどうかということで購入してみました。実際に使った様子ご覧いただきたいと思います。はい、そんなわけで今セットアップしてみたわけなんですけれども、よいしょ、まあ、こう腰掛けてですね、若干ねこの椅子の高さよりもちょっとだけ高めのものを今回ね仕入れております。足はね下がっているよりは若干上がってる方が快適なので、今回はね少し高めのものを仕入れてみました。ちょっとね開けてみましょう。よいしょ、靴のままこうですね。はい、こんな感じで、でリクライニングしますので、フルリクライニングした状態でこうです。いやー気持ちがいいですね。はい、このままね寝れますよこれは。でこちらのスツールなんですけども、実は細部にこだわってまして、全部ブラックカラーで仕上げてます。はい、ここの天板もブラックですし、フレームもブラックです。まあ、結構一般的なのは、まあ、このフレームの部分がシルバーだったりとかするので、まあ、こういうね椅子とかに合わせた時に、これフレームがまあブラックなんですよ。椅子のフレームは全部ねブラックになってるので、そこでこうちぐはぐしないっていうところが、まあ、一番大事だったので、本当はシルバーのやつの方が仕入れた場合でもまあ安いんですけど、今回はこのチェアとの相性を一番に考えてですね、フレームとかまで全て真っ黒のものを今回導入してみました。あとここね天板に関しては仕様に応じて少しずつ伸びてきてしまいますので、はい、ここで調整がねできるような仕様になってますね。南年リクライニングローチェア使われている方、これねおすすめです。というわけで12個目はこちらのチェアですね。はい、チェアも実は今回入れてみました。座ってみます。よいしょ、はい、こんな感じですね。ユージャックでは今スピンチェアと南年リクライニングローチェア、あとはハンモックチェアっていうね3つのチェアの取り扱いがあるんですが、
まあ、あとコットとかもあったりするんですけども、あまりねチェアとしてのバリエーション実は油弱としては持ってないんですよ。でなんでかっていうと、結構ねキャンプ用のチェアって、まあ、ネットを見ていただければいろんな種類が出てます。どれもねあんまり特徴としてはあんまりない、もう違うのは値段だけみたいな感じになってるので、まあ、そこにね油弱が肩を起こしたりとかして参入をするっていうのはあまり現実的じゃない。だからこそ何年リクライニングローチェアにこう曲振りをしてですね、最近は販売計画を練っていたりとかするわけなんですが、まあ、お店としてはやっぱりねいろんな椅子に座ってみたいっていうのお客さんが多いですね。何年リクライニングローチェアを購入する目的でご来店されるお客さんもまあたくさんいらっしゃるというか、そういった方がメインなんですけれども、初めてねキャンプ用品店として入ってきたお客様に対して提案する椅子のラインナップっていうのは、まあ、そこそこお店としてやっぱり必要であるというところも含めて考えてですね、今回セレクションブランドとしてそこをカバーできる椅子をね購入してみたということになっております。でこちらのチェアに関しては、はい、まあ、こう2つ折りにもなりますし、あとはねポールを全部外していって収納サイズをですね小さくすることもできるチェアという感じになってます。まあ、カーミットチェアって言われるチェアっぽいやつっていう感じですね。あと価格に関しても結構こなれておりますので、例えば、まあ、何年リクライニングローチェアが本当は欲しいんだけど最初に、まあ、1万円を超える金額を出すことができないよっていうような方向けのどちらかというとチェアですね。まあ、それでもこうおしゃれ性とかをやっぱり捨てたくない方、はい、あとは別にリクライニングしなくてもいいんだけどそこそこ座り心地のいいチェアが欲しいみたいな、そういった需要にね応えることができるチェアになっているかと思いますので、まあぜひですね店頭で座って、座り比べて見ていただきたい。その結果何年リクライニングローチェアがやっぱりいいよねってなりそうな気もしますけれども、まあ、結構収納サイズがコンパクトだったりとかしてそういったメリットもありますので、ぜひね、まあ、座って確かめてみてください。そして最後に気になっていた方もいるであろうこちらでございます。ギアボックスというかコンテナというか、まだ名前もないっていう状況なんですけれども、まあ、折りたたみコンテナですね、通称オリコンと言われるやつでございます。これで3色ございますね。黒、オリーブ、サンドということで、今がトレンドのアースカラー3兄弟ということで取り揃えてみました。でこれね結構いいかもしれないんですよ。はい、これもしかすると売れるようであれば最悪油弱の公式ラインナップ入りも、考えられるものになってますね。はい、まずオリコンなので小さく折りたたむことができます。こういう感じで横をですね潰すと、はい、こういう感じで小さくですね折りたたむことができます。でこの状態で重ねることもできるっていうような代物になってますね。で開くときはまあ持ち上げてですね上を開けて横から叩いてロックですね。はい、で上もこれガバッと開くんですけども、どうやらオリコンはテーブルとして使用される方もたくさんいるらしいんですよ。蓋を閉めてしまえば上がフラットになるので、まあ、ここをですねもうテーブルとしてそのまま使用してしまうぐらいの耐久性がございます。でなおかつこれね横開くんですよ。これがね結構優秀なんですよね。横が開いてくれるので、はい、上に何か荷物を乗せていたとしても中のものを横から取り出すことができる。これね結構優秀ですね。で前だけじゃないんですよ、横も実は開きます。はい、こういう感じでもう横も開くので、まあ、中にねいろんなものを入れることになると思うんですが、まあ、横には小物を入れて前からは大きなものを取り出すみたいな感じの使い方もできるかなっていうふうに思います。まあ、とはいっても結構ねかゆいところに手が届いてなかったりとか、今ここね蓋を広げている状態なんですけども、これがこうなんか中途半端なところで止まったりとかするちょっと気持ち悪さとかですね、そういったものもあったりとかするので、まあ、この辺が油弱セレクションなわけなんですけれども、もしこれをうちで仮に開発するとしたら金型をゼロから新規に起こしてですね、こういったもう細かいディテール、はい、こことかもなんか中途半端に蓋が持ち上がってたりとかもしますし、あとは横にはロックできる南京錠がついているにもかかわらず上にはなぜか錠前がつくところがないとかですね、いろいろとわけのわからないような場所があったりとか、かゆいところに手が届いていない商品でございますので、まあ、通常うちで開発するとそういうところがね本当は全部綺麗になっていくんですが、まあ、油弱セレクションでございます。まあ、ひとまずブラックとオリーブと、サンドカラーというね、まあ、3色展開というような形になってますので、まあ、こうやって積み重ねておくと結構ね様になりますよね。ちなみにこちら、はい、天板の木板がセットになります。
かなりいい感じですね。はい、あと最後にもう一個ですね、ユージャックセレクション商品がございます。それがこちらでございます。ほい、棚ですね、棚。はい、今ここにちょっと荷物がいろいろ乗っかってるんであれなんですけども、この見えてるこの黒いやつです。はい、この黒いやつ、はい、この黒いやつがユージャックセレクション商品ということで、今これユージャックの小さい方の木製ウッドロールテーブルに実は装着してるんですけども、はい、ここにこういう感じのネジでこうね止められるやつがあって、机にですね棚を作ることができるっていう机向け実用アイテムっていう感じのねコンセプトの製品になってると思います。これもねあんまりたくさん在庫は仕入れておりませんので、多分すぐ売り切れしてしまうと思うんですけれども、まあなんかこういう風にですねカトラリー引っ掛けてみたり、ランタンを引っ掛けてみたり、まあこういう風に置いてもいいんですけれども、まあ机の有効面積をですね広げることができますので、まああれば重宝するのかなというような感じですね。とはいえ大体こういう道具ってあのキャンプ用品の中でも2軍入りしてしまうケースも予想されるものなので、まあユージャック公式のラインナップとしてですね投入するにはいささかちょっとハードルがあるっていうような製品になっているので、まあだからこそのユージャックセレクションでございます。はい、そんなわけで以上14種類ですねが第1弾ユージャックセレクション商品ということで、今ね、まあ簡単に商品のご説明をまあつらつらとそれぞれやらせていただいたわけなんですけれども、まあ、それぞれにまあ特徴があって、まあ、どれもがですね、基本的にこのユージャック製品との相性がいいものというような感じになってます。特にこのカラーの感じとか色味とかですね、そういったものがまあユージャックのテントに合う、まあ、もしくはテーブルとか椅子とかですね、そういった小物にマッチするような設計になっておりますので、まあ、特にユージャック製品を普段愛用されている方に関しては欲しいと思えるね、ラインナップだったんじゃないかなというふうに思います。今回はまあユージャックセレクション第1弾ということで、まあ、売れる商品であれば今後も継続的に仕入れを行ってですね販売をしていくこともあれば、まあ、今回限りで終了してしまってですね、次回まあ第2弾第3弾第4弾っていう感じで、まあ、随時商品の更新を行っていきたいと思います。ユージャックセレクションブランドは、まあ、今後軌道に乗ってくれば多分月に1回の仕入れとかっていう感じになると思うんですけども、それまでは多分ね 2,3 ヶ月に1回ぐらいの多分更新になってくると思いますので、まあもしなくなってしまうと結構ユージャックセレクションスカスカな状態になってしまいかねないと思います。まあ今度ね2月の18、19日でグランドオープンが始まってくると、まず最初の2日間で結構なくなるんじゃないかなっていうふうに予想してますので、まあ EC の方でも、まあ、EC 在庫を別で確保するとしても、それもね多分取り合いになる可能性もワンチャンありますので、なるだけですね、店頭に早く来ていただいて、購入していただいた方がいいと思います。で、価格の発表までをしてしまうとさすがにちょっとね事件が起きてしまいそうなので、価格に関してはぜひ裏 EC サイトもしくは、店頭でご確認いただければと思います。で、裏 EC サイトに関しては、後日出品を予定しておりますので、ひとまず最も早く手に入るのは、こちらお店の方だけというような感じになっておりますので、ご注意ください。はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。今回ユージャックセレクションブランドが新しくできますということで、今回のセレクションブランドに関するコンセプトにつきましてご理解いただくことはできたでしょうか。いずれも、まあ、こちらの直営店およびユージャックキャンプサロンの優先コンテンツに近い内容になってきますので、店頭の方でユージャックキャンプサロンの申し込みグランドオープン以降は受付して対応を行っておりますので、ぜひですね、今日の内容気になる方はサロンの方のご入会もですね、合わせてご検討いただければと思います。そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その後ある通知設定もオンにしておいてください。あとはすましてこちらですね、ほい、 Twitter、Instagram、ユージャックの公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。どの商品がね一番最初になくなりますかね。予想としては、まあ結構ねこういうちっちゃいものに関しては数をそこそこ入れてるので、あれじゃなければ多分ねそんなに売れたりはしないと思うんですけど、地味になくなりそうなのはこのやっぱ巻きバサミとか、まあこれも在庫少ないんでなくなるかもしれないですね。あとはオリコン、どうなんですかね。皆さんどの商品が一番欲しかったですか。まあコメント欄閉じてるんですけど、ツイッターとかでつぶやいてみてください。以上です。